どうもこんにちは、なっちでございます。はい、今回はこちらお正月アマテラスがなんか強くなったみたいなんで使ってみたいと思います。性能見ていきましょう。バインド回復、バインド耐性、スキブスキブ、封印封印、指チーム回復、悪魔キラ。なぜ回復なんでしょうね、これね。 HP で良かったと思うんですけどね。まあサブに入れるときはいいのかな。はい、でなんかステは上がんなかったみたい。攻撃力1067しかないのか、マジか。はい、で、リーダースキルが9倍になりましたよということです。まあサブが強いんでどうにかなるんじゃねえかと思います。ではマシンクエスト消化していきましょう。もう最近100回両ラン行き過ぎやって言われるんで、やってみよう。ディープスター、はい、毒さささささ自動回復というかね、リーダースキル回復なんで。ただこれ毒消しちゃったら倍率が大丈夫？わかんないね大丈夫だったのかわかりませんね。でこれバインドが飛んできますが、サブはほとんど受けないんでね。サブが強すぎやろって。最近の回復タイプ強いんですよね、コットンだったりイデアルだったり。あ、さっきのは出てなかった。いや、今2コンボしたからってのもあるな。よくわかりません。ただまあ、大丈夫そうです。イデアルが600万ぐらい出してるんで、大丈夫そうです。心配する必要はなさそうです。先制で 99% とか受けない限りは多分大丈夫なんじゃないかな。3コンボ入りました。1,479,536。だったはず。はい、めんどくさいのが出てきましたね。なるほどなるほど、これはイルミナちゃん使ってもいいけど、このダンジョンにエンハンスが必要とは思えないんでコットン使います。で追い打ち組んでしまいましょう。光コットンをこうスキルで使ったのは初かもしれませんね。はい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 、珍しい。僕にしては追い打ち込みの8コンボなんて奇跡ですからね。早っ早っ、短いなこのダンジョン。イデアルは溜まってないと。まあボス戦でイルミナ使ったら大丈夫じゃない？じゃない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 。こんなんで倒せるかな。余裕ですね。先制次第ではありますが、ここで先制が来ます。確か先制ドン弱っ弱っ。1万ぐらいあってもええやんそれ。威嚇は効かないと。なぜか10ターンで消えますけどね。たまにいるよね、なんかその差は何なんでしょうね。99ターンやるやつとさ、10ターンとかで消えるやつの差は何なんでしょうね。リバティガイストワンチャンあるぞ。リバティいっちゃおうか。ここが一番難しいと僕は思うんですけど、マシン系のあの普通の降臨でね。目覚めがまず嬉しくないもんな、これ長いしね。この目覚め使ってボスを倒せってことなんかな。割と降ってくるしね。何のキラーじゃ？悪魔キラーか。そう、ギアって悪魔タイプなんすよ。で、なんか変な工事現場のおっさんにダメージを受けましたけど、こいつぐらいなら別になんとかなるんじゃないのかなって今思ってます。いいですね。あれ、マッシブチャージはセラフィスか。そうかそうか、ヒートチャージもいるんですね。で、これもきっと大丈夫なはず。
じゃなかった。マジか。お前ら強いんだな。目覚めが変わりました。回復使っておきます。これも確か 40% ぐらいしか回復できなかったはずなんで、テイストこそありますけど、そこは注意ですね。感知の光とか、あとは未来につなげたりした方が安全ではあります。全回復できないよってパターンがね、ありえそうですから。あとはヨグを継承するのもありじゃないですかね。果たしてヨグを持ってる人がアマテラスを使うかは謎ですけど、それヨグでよくねみたいな話になっちゃいそうですけど、相性的にはね悪くないよね。火力は十分ですね。まあこいつらこいつら入れといて火力十分もクソもない気がしますけど、コットンちゃんは闇を変えれるんですか？光コットン何変えるんだ？闇回復か。火を変えるんだね。意外です。使います。そして倒します。はい。はいはい。はい。いいですね。ドーン。こいつがめんどくさいんだよね、このダンジョンはね。で、こっからもめんどくさい。こいつはしかし、盾を張らない。残念。いやー、威嚇強いよな。このスペックで威嚇持ってんのが強いよな。この、イデアル兄貴はな。さあボスですよ。問題はこいつですよ。リミッターが解除されたこの人は光半減が入ってるんで若干怪しい。でしかもロックがあったはずですよね。しかもうわーどうしよう。あれ威嚇効くやんこいつ。終わったな終わったなお前。マジか。あこいつ盾張らんのや。知らんかった。さよならです。さよならしましょう。これは初耳というか新発見でしたね。みんな当たり前やろって思ってそうですけど、僕は知らんかった。でしかも火力は全然大丈夫だったっていうね。いいね。ゴーレムがたくさん手に入りますね。じゃあラスト、セラフィス。スタージャスティスはいけないんだよね、もう属性的に。なんか順番間違えた気もしますけど、使ってて結構楽しいんで。はいはい、変換お疲れ様です。うわめっちゃ木ある。光が残ってない。光残ってない、まさかの。これちょっと厳しいんじゃないですか。倒せない。あでもそんな火力ないっすね。危ないな。ターディスの癖でコットンを押しそうになります。ロック消しといて、光消せばさすがにね、なんかすごい全体降ってきましたし、ウェイ、ウェイウェイ。で、またこいつおんのか。芝刈りおじさんですね、今度は。なんかさ、顔ないのにおじさんに見えるんだよね、こいつ。わかります？僕だけ？間違いなく擬人化したくないけどおっさんやろうなって思います。こいつの擬人化って誰得なんですかね。バイバーイ。
割と見た目かっこいいけどね、よく見たら。なんかピザ切りそうな武器持ってるし。そこ残念。はい、お疲れ様でした。結構苦戦しましたね。おっと、これはこれです。いやー、イデアル兄貴強えわ。威嚇って本当にね、なんかいて損ないよね、マジで。めっちゃ体力減るし、これ倒していい？倒せそうな気がしてきた。いやでもコンボ強化ないから油断は禁物。クリスタルファングでこれ使っちゃいます。一旦受けてから威嚇の方が良かったですね。そしたら回復もできたんで、これで悪魔キラーも入りますから、さようなら。言霊といいね、こいつといい、タイプが多くてかわいそうですよね。いろんなキラーが入っちゃう。マジか、忘れてましたね。俺イデアル兄貴どうにかしてくれんかな。一応悪魔キラーも入りますから、闇降ってきたし、闇降ってきたし、ぽったいし、ぽったいし、素晴らしい。コットン左に置いたのは正解でしたね。いつも選んでるわけではないんですけど。しかしグリムワールシェイドが溜まってしまった上にアポロエンハンスが溜まってるっていう、なんか結構忙しい事態になってます。これ使おう。よし、光2コンボあるんでアポロを使っていけるはず。いきまーす。今よくわかんないことが起きたよ。みんなわかった？なんかよくわかんないこと起きました。今日なんか追い打ちのさ、組み方さ、よくね？珍しく。イエス！強い！強いです。全然使えます。使えますけど、難しいダンジョンとか、先生たくさん飛んでくるダンジョンはわかりません。はい、ということでアンケートで選ばれたアマテラスでしたが、まあみんながね、アマテラスに投票したってのはなかなか僕はグッジョブだったなと思います。なんだかんだみんなね、読みとか紙結びにやんのかなと思ったんですけど、ちゃんとそこはね、こう強化されるべきキャラクターに投票したところが良かったと思います。はい、ということでぜひ持ってる方は使ってみてください。以上、ナッチでございました。バイバイ。